はい、今回も Q&A コーナーで質問に答えていきます。今回の質問は筋肉の左右差はどうすればいいかという質問です。大胸筋だったり、肩だったり、そういう左右差がある場合はどうすればいいかっていう質問です。これはもうある程度仕方ないです。もう大体皆さん左右差があります。腕が右利きの人は右の腕が太くて右の大胸筋が少し小さいで、利き手じゃない左手が細くて左の大胸筋が大きいで、左の肩も大きいで、右の肩が小さいっていう風になります。でこれは利き腕が右の人は右の大胸筋や肩の種目の時に腕で上げてしまうために腕の方が太くなって大胸筋とか肩が小さくなります。逆に左手っていうのは利き手じゃないので大胸筋とか肩が大きくなりやすいです。でも解決策の一つとして、例えば胸の種目でベンチプレスとかするときは弱い方の胸、例えば右の大胸筋が小さい場合は右の大胸筋を意識しながらトレーニングを行っていきます。トレーニングには意識性の原則といって、対象の筋肉を意識しながら行うと効果的なので、弱い方の筋肉を意識します。ベンチプレスしながら右の大胸筋を意識しながら上げていきます。こうすると少し左右差が埋まっていきます。で筋力に差がある場合、これは弱い方に合わせた方がいいです。例えばダンベルカールを15キロで左が8回右が10回の場合、左に合わせて右を8回で終わらせます。強い方に合わせてどんどん右ばっかり強くしていくと差がどんどん開いていってしまうので、弱い方を強い方に合わせていきます。で根本的に左右差をなくす方法っていうのは、もうフォームを左右対称にすることが一番です。だいたいその筋肉に明らかに左右差が生まれている場合っていうのはフォームにも左右差が生まれてしまっている場合が多いです。なのでフォームを動画で撮影します。これが一番いい方法です。人間なので多少の左右差っていうのは仕方ないんですが、その骨の長さとかも微妙に左右で違ったりもするので厳密に左右対称にはならないんですが、動画で撮ってみると左右でフォームがかなり違うっていうのがあります。一番いいのは水平器のある三脚を水平にセットして動画後で自分で補助線を引くとかすると、自分がどれだけずれてるかっていうのがよくわかります。鏡とかで見ると、いつもの慣れで左右対称に見えてしまう場合もありますし、ベンチプレスとかで上を見る種目っていうのは鏡を見るのが難しくなります。なので撮影するのが一番いいです。でも多くの人はベンチプレスで左右対称になってません。だいたいこのブリッジを組んだ時も右肩が上がってたり左肩が上がってたり、かなり左右差があります。バーベルカールとかも前から見るとそこまで差がなくても、後ろから見たら右の肩甲骨が上がってたりっていうのがあるので、必ず動画に撮った方が左右差っていうのはなくなります。なので根本的に左右差をなくしていくためには、自分がトレーニングしている動画を撮ってそれを後から確認するっていうのが一番です。どうしても鏡とかだと限界があるので動画がいいと思います。こういう風にして左右差はなくしていくといいかなと思います。今回は左右差をなくすにはどうすればいいかという質問でした。We'll be right back.